おばあちゃんネズミ、カイトさんもおばあちゃんネズミかわいい、ありがとう。おはようございます。よいしょ。本日のお準備配信をしたいと思います。お準備配信、おはようございます。めちゃきなこさん、ハートありがとう。おはよう。今日も早起き成功しました。今日はね、恋ラジがあるので、恋ラジレッスンからの恋ラジなので、かわいい、踊りやすいし、プラスちょっとかわいいお洋服にしました。まだね、私は長袖じゃないので、半袖のかわいい感じの、でも踊りやすいって感じのお洋服にしました。ヘルムビーゲさん、ありがとう。小判めっちゃ見えた。藤原さん、レインボースター。バンジャラモンスターさん、だるま。深夜さん、ハート。なにわのロマさん、レインボースターありがとう。ゆきさん、お花ありがとう。三本の絵サポーターさん、結婚して。ももさん、ハートありがとう。おはようございます。おはよう、おはようございます。Aランチさん、お花ありがとう。よし、本日、本日もすっぴんシナの空派から進化していきたいと思います。チャキーン。 A ランチさん、 L さん、 A チンさん、ありがとう。お花ありがとうございます。今日は恋ラジ、まだお便りが送っていないという方に向けて、後でメールで、おはようメールの次のメールで、あのお便りテーマと、あと何でしたっけ、あの URL を載せますので、お昼休憩とかの、ね、合間に送ってくださると嬉しいです。まだ送ってない方は、もうすでにね、あの多分送ってくださってる方とかもいらっしゃると思うんですけど、恋ラジはね、あのラジルラジルっていう、まあ、アプリじゃなくても、あのホームページから1週間だったら無料で聞き逃し配信ができるからね、そのリアタイできなくても楽しめるっていうのがあるので、皆さんぜひね、その5時5分からの見れない、あ、聞けないんだって方でも、ぜひぜひお待ちしてます。どしどしたくさんのお便り。帝国さん、ハートありがとう。朝の通勤の時、お、お待ちしてます。そうだね、お仕事行く合間の電車とかね、こう移動中の時とか、まあ、お仕事の休憩中だったりとか、お待ちしてます。今日も前髪あげようかな、今日も前髪あげちゃおう。ってことで、ちゃんとおでこをメイクしとこう前髪下ろすときはね、おでこメイクしないんですよ。なんでかっていうと、おでこメイクして、あの前髪ね、下ろしてたら結構肌が荒れちゃうので、できるだけお休みの日とか、そのレッスンの日とかは前髪を下ろすときはファンデーションはせないんですよ、肌荒れ防止のために。
でも今日もおでこをあげるので、しっかりファンデーションを塗ります。おはよう帝国さん、タクトさん、ハート、福太郎さん、霊国さん、プチさん、お花、ペイチンさんもお花、取り立て王子さん、だるま、爆音さん、ハート、ありがとう。何やろおばさんもお花、トルボーさん、ハート、ありがとう。おはようございます。テロップ入れよう。おはよう、いってらっしゃいです。いってらっしゃいです日本語変かもしれんけど、太陽、おはよう。そうです、木曜日なんですよ。早い。今週あれよね、なんだっけ、月曜日が祝日やったから、いつもより1週間がちょっと早く感じる。まあ、1日だけやけどね。だからもう木曜日かって感じ、空も。でも確かに月曜日祝日やったからね、みんなからしたらちょっと嬉しいんじゃん、連休の日があるとね。おはよう、おはようございます。トシヤさん、バラ、アンナちゃん、お花、ありがとう。カマちゃんさん、レインボースター、ひたちさん、ゴーさんも、ハート、アスパラさん、ぬるま、ありがとう。おはようございます。そう、明日の、そう、昨日のね、夜配信のね、最初らへんはね、予定がわからんかったんやけど、途中で予定が来て、そう、明日も早いって配信始めました。おはようございます。みんなもお仕事出勤かな、気をつけていってらっしゃいです。テロップにも書いてるけど、おはよう、おはようございます。今日も戦闘力上げていく。そうだよ、今日も今戦闘力、あ、でもファンデーション終わったから戦闘力今は100ぐらい。私の戦闘力1億だからもう全然程遠すぎる、程遠いけど、戦闘力をちょっとずつ上げていきます。あ、おはようございます。お便りテーマ確認したからエピソード考えてる。お、嬉しい。そうだよ、お便りテーマはお好み焼きです。昨日のね、水曜日がみちさんなんですけど、みちさんの昨日が多分お好み焼きについてのね、話題だった気がする。お風呂入る前にお便り送りました、ありがとう。先週はね、ちょっとね、バタバタだったのでたくさんお便りが届いたそうなんですけど、あまり読めなかったらしいんですよっていう日があるのでね、いっぱい、毎週いっぱい送ってください。毎週お便り読まれなかったって悲しんで、そのもう送らなくていいやじゃなくて、お待ちしてます。おはよう。すっぴんまで応援するのがおたかつだと先祖代々伝わってます。嬉しい。じゃあもう寝起きどすっぴん丸でも大丈夫ってことですね。ちょっと起きて掃除だったりとかしとったから、まだ寝起き感
100% とかではないけど、今日も6時ぐらいに、6時半か、6時半ぐらいに起きてのんびりとしてたので、すっぴんまで愛してください。おはよう。お、今日はお休みなので最後までいます。やった、ありがとう。今日は1時間くらいかな。今日はね、その声ラジなので、いつもストレートなんですよ、声ラジの時って。大体しかもその前半に、その声ラジまでにレッスンがある時とかは特に。でも今日はちょっと巻きたい気持ちなので、やっぱね、メイクしてたりとか髪の毛が可愛かったりすると鏡に映る自分がいつもにまして、そのすっぴんとかの時よりいいから、こう踊るテンションが上がるんですよ。だけどテンション上げていくためにもだし、その恋ラジオね、 ST48 の公式ツイッターに写真を上げていただけるので、こうできる限りね、メイクをしていた方がいいので、メイクを頑張ります。そう、恋ラジの聞き逃しはね、そう、翌日の正午から12時からなんですけど、1週間聞けちゃうから、お昼休憩だったり土日の間に聞けるから、木曜日の聞き逃し配信いっぱい聞いてください。マジでね、本当にためになることたくさんだから。おはよう、ねねおばさん、ハートありがとう。何かでお便り書いたことありますか？ないかな、お便り自分で書いたこと。お便り、ラジ、おはようございます。あさってチェキ会楽しみ。3着お洋服着るからね。1着コスプレ、2着お洋服、私服、楽しみだ。おはようございます。おはよう。そらちゃんのおはようから今日も始まったから、今日もいい一日になっちゃおう。それはよろしくお願いします。じゃあまた夜配信で、今日もそらはちゃんのおかげでいい一日になったよっていう報告お待ちしてます。おはよう。マスク荒れちゃう。でもマスク最近はしてないかな。マスクはもうしてない。おはよう。お仕事真っ最中だって。早い。まあでもね、朝5時に起きてお仕事とかの方はもう、そうだよね、全然余裕でお仕事してるよね。お疲れ様です。かまちゃんさん、レインボースターありがとう。メイク用品どうやって選んでんだろう。お肌に合うが第一優先というか、もう王道に自分が使いたいと思うと使う。今日眉毛、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 眉毛伸びちゃった。まあまあまあ、眉毛でね、顔の印象変わるっていうから。めっちゃさ、ピュキーみたいな、もう漫画かみたいな、漫画ですかみたいな、漫画の眉毛ですかみたいな、昔のもう超太くてさ、超つり目の、つり目ってかこう上がり眉にしてみたらどうなるんだろう。もういつものスラハじゃないっていうか、まあ、前髪で隠れるけど、隠れるけどさ、若干は見えるわけじゃん。どんな感じになるんだろう。おはようございます。朝からそらはの配信見えて幸せだ。だって、うえん、嬉しい。好きになれただけで幸せだ。
ありがとう、アンナちゃんお花ありがとう。そう、月曜日はスポーツの日でしたね。スポーツ。おはようございます。昨日からスタバの、ね、新作どうだろう、飲まないかな。なんかね、私ね、かぼちゃ自体は好きなんですけど、パンプキン味とかがあんまりそんなにめちゃくちゃ惹かれるかって言われたらあれで、でもキャラメルソースらしくってね、スタバの新作。でも私スタバのちょっと前に出たムースの方のが気になる。温かいやつ、ムースの方が気になる。スタバ片手に出勤。日曜日しか休みないので関係ないですなんて。いやん。じゃあその分目いっぱい寝れる時があったらもう思う存分寝てください。もう空の配信よりも大事よ、睡眠って。私昨日何時ぐらい寝ただろう、1時半ぐらいには寝たんですけど、6時半ぐらいには来たんですけど、5時間睡眠。まあ昨日夕方にね2時間寝たから、まあ言うたら7時間睡眠で結構寝れた。今日も電車で爆音で流しながら隣の可愛いからと寄せ付けながら寝ます。おやすみ絶対にしてないに1票入れるわ。アンナちゃんハートありがとう。そらそんなスタバね新作飲まんよ、芋のやつも飲んでないし。めっちゃスタバ新作はあまりね飲まんのよね。そんなに友達が教えてくれたねキャラメルクリームっていうのがおすすめだよ。もうキャラメル要素しかない、めちゃくちゃ美味しい。キャラメル好きにはもってこいのドリンク。おはようございます。バンジャラモンスターさんハートありがとうございます。おはよう。すっぴんの時の戦闘力はゼロ、もうマイナスほぼほぼマイナスです。お出かけ準備 60% か、お半分、やばいやばいやばい。それ全然だよ、髪の毛もしてないし、やばいやばい。おはようございます。みんなおはよう、朝から見に来てくれてありがとうございます。多分ね出勤の方とか多いと思うんですけど、お仕事頑張ってください。今日と明日はね、あの頑張ったら明後日はお休みだ。土曜日のね、あの土日がお休みの方は明後日は休みだって感じだと思うので頑張っていきましょう一緒に。アイドル大好きさんハートとお花、てねやなぎさんお花ありがとう。確かにそうみんなからのこのキラキラしてる青とか黄色とかの星で戦闘力上がっていくかもしれない。おー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 、おはよう、おはようございます。STU48 ドラフト3期生のシナノスラハです。今日はレッスンからの声出しということで、もう今顔面を作っております。とっておきの、なんだとっておきって、とっておきはキャラメル情報かな。おさまるさんありがとう。お花おはよう。こげつねさんハート、にしさんお花ありがとうね。早く会いたいよ、ね、みんな早く会いたいって。皆様直近でお話しできる日が11月4日なんですけど、こちらのお話し会受付がただいましておりましてですね、昨日の18時から第2再販、二重受付が始まってるんですけど、二重受付は今日の13時までとなりまして、まあ、三重受付も今日の18時から始まって明日の13時って感じなんですけど、11月4日の受付は直近でお話しできるね、もう1ヶ月後のお話し会はなんと今回の第2再販でラストとなりますので、少しでも気になってくださった方やね、まだ撮ってなかったとか撮ってたけど
また話したいこと増えたし、話したいって方は11月4日のオンラインお話し会の2時間目と3時間目お待ちしてます。1時間目はおすすめ時間にしてたんですけど、ありがたいところに完売ということで、次はどっち買えばいいって方がいらっしゃったら3時間目をおすすめします。今回の第2再販でのおすすめは11月23日、次のオンライン初日2日目の11月23日の冬服デートコーデの日です。デートコーデっていうことでね、もしもっていうか、まあ、オンラインだからそうリアル感少ないけど、デートするってなったらこういう服で行くよっていうお洋服を着ますのでお待ちしてます。ありがとう。よしかなさん、お花、もびさん、だるまありがとう。あ、深夜ラジオ、深夜ラジオとか確かにいいね。深夜ラジオ、深夜って起きとるしね、大体時間帯によるけど。アイライン、水曜日のお便り送っても見てもよいかもね。水曜日に送っても、もしかしたら木曜日に読まれるか。でもお便りはね、声出しのお便りいつ送っても大丈夫で、木曜日に読まれたいっていう方がいたら、例えばメンバーさん、あ、アナウンサーさん、メンバーさん、そらはちゃんみたいな、その木曜日メンバーの名前を入れてたら火曜日とか月曜日とかに送っても木曜日に読まれます。名前を入れずに送ってる方は木曜日に送った。アイライン引けた、じゃん。チェキ会も近い。そうだよ、土曜日はチェキ会、楽しみ。ポンコツさんありがとう。かわいい。てねうなぎさん、レインボースターありがとう。レインボースター、朝写真が、お、めっちゃ久しぶりにお便り送ります。ニックネーム大丈夫かな。そらはちゃん大好きマン。そらはちゃん大好きマンが2週かな。そらはちゃん大好きマン職人。おはよう。BKB さんお花ありがとう。安部さんハートありがとう。うわ、会社着きました。頑張って。頑張ってらっしゃいです。行ってらっしゃいです。おはようございます。空はやっと眉毛のメイクが終わってお肌も終わりましたね。あとはマスカラを塗る、あとはまつげのマスカラを塗るって感じです。パウダー、おはようございます。おはよう。スタバ片手に出勤する自分とか想像つかない。じゃあ何持って出勤がだったら想像しそうですか。もしも出勤するってなった時、片手に、でもそらはもう片手にスマホじゃない、スマホスタバではないな。片手に何だったら自分に合うだろう。ゴンちゃんのさつまいも待ちだから、お、サードル公園に、え、さつまいもね、気になるよ。友達も言ってた、ゴンちゃんのさつまいも気になるって。ゴンちゃん、ゴンちゃんはめちゃくちゃタピオカのイメージが強い。6年前とかに、5年前とかか、 STU 入ったぐらいにタピオカが流行って、で広島にはね、東京で流行った1年後とか半年後とかに店ができたから、めちゃめちゃ大行列だった、思い出。いろんなタピオカ屋さん大行列。
やばい、私今日コメントの時差えぐいよ。重々承知です。メイクしながら読みやすいコメントを読んでるので選んでね。そう、読みづらいっていうかはあまり読んでないんですけど。おはよう、カイトさん、ハートありがとう。早く会いたいよ。キャラメルとかカフェラテとか飲んでそうなブラウン系のお姉さん。お姉さんですか、どうも。姉御肌。そらちゃん頑張って、ありがとう。みんなも頑張ってください、お仕事。え、そらと会うために仕事するしかねえので。お、やったね、早く会いたい。なんか嬉しいね。いや確かにね、そうだけど大事、お仕事って。そらに会うために生活するために、でも第一を生活するためだけど。すっぴんの戦闘力もっと高い。優しい、優しすぎだろ。クックさん、お花ありがとう。テレヨネギさん、レインボースターありがとう。おはようございます。 ST48 大ふとさん記者の篠田そらはです。20歳の兵庫県出身です。今はメイクすっぴんから始まってちょっといい感じになってきました。残りあと髪の毛のみ、頑張ります。アイロンを温めていたのでヘアオイルをプッとつけて巻いていきます。ゆる巻きで。おはようございます。おはよう、みんな。おはようってめっちゃコメントしてくれてる。おはよう、おはよう。うわ、今朝夜勤が終わって家向かってる。お、お疲れ様です。そうよね、夜勤のねお仕事が終わった方はお家に帰ってる途中だったり、お家着いたよって方多いよね絶対。お疲れ様です。数字吉さん、結婚してありがとう。ダメです、最近 DD 化が激しいのでダメです。そら知らぬ間に DD 化、より DD 化してた。お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。セブンイレブンのカフェラテと揚げ鶏のイメージ確かに確かにそれはそう。でも最近唐揚げ棒と春巻きもハマってるよ。おはようございます。おはよう。おたくらしく、お、アクスタ片手に出勤。お、いいね、今日も推しメンと出勤だ。冬になったらコンビニのホットコーヒー片手に。あ、確かにね。でもコンビニものね、何でしたっけ、コーヒーとかカフェラテとかもめちゃくちゃ美味しいから、ね、機械で作るやつもだし、普通に売ってるのもだけど。今でもカフェラテと揚げ鶏どんな組み合わせ。え、でもね、カフェラテと揚げ鶏一緒に食べ、買うけど一緒には飲まないよ。揚げ鶏食べ終わった後におやつとしてカフェラテって感じだから、一緒にはねそんな食べ飲んだり食べたりしないから。おはようございます。陽介さん、ありがとう。お花、おはよう。みんな出勤前に恋ラジのお便り、そしてお話し会お待ちしてます。おはよう。さあちゃんが社員だったら朝会社に着いたら美味しい炊き立て、できて、あ、引き立てか、引き立てコーヒーを持ってきてくれる。うまく引けるかな。缶コーヒー移しそうかな缶コーヒー移しちゃうかな。おはよう。キノピーさん、結婚してありがとう。ダメです。嬉しいけどダメです、ごめんなさい。最近全然会えていないのでダメです。まあそんなん言ったらもうみんな会えてないからね、ダメですって感じですけど。それはほんまに定期的に1ヶ月に1回は会わないと絶対に無理なので、お話し会にまず1ヶ月に1回は現れることは絶対条件じゃないと、私は本当に毎日会ってても寂しいって感じてしまうのに。あとね、あとこれも確実あれなんだけど、みんなはショールームだったりメールとかそういう SNS 系とかで私のお顔を見れている、推しメンのお顔を見れているじゃないですか。でも私って皆さんの声と顔は見れない。
これ何回も言ってるんですけど見えないってなったら、皆さんからのそのショールームのコメントだったり、あのメールの返信のそういう文字でしか見えないんですよ。だから分からないんです。みんなに会っていない。みんなはね、毎日空葉に会えてるよって思うかもだけど、空はみんなに会えてる気がしてないんですよ。みんなは会えてるかもしれないけど、空は会えてないと一緒なんです。お出かけてくる、お、行ってらっしゃいです。行ってらっしゃい。しなの空は男性、どこがやどこがや。倒しというのはメールは一人です。お話し会取るメンバーも一人です。それを倒しと言います。ブブです。倒しか倒しかじゃないか、あれでなんかやってて、なんか新幹線の飛行機乗るときにさ、なんか持ち込み検査みたいなのあるじゃないですか。である通りやん、ゲートみたいな、あれで倒しゲートっていうのがあって、倒しもう全員入っていって、僕は倒しですって言ってる人が全員入っていて、嘘だったらもうピュー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 ってなる。あ、そう、嘘発見器、そう、嘘発見器みたいな嘘発見器。竹直さんハートありがとう。サポーターさんハートありがとう。カレーには十分気をつけてください。カレー、なんでカレー、コンビニのコーヒーめっちゃ美味しい。え、そう、美味しいよマジで。どこのコンビニのカフェオレが一番美味しい？私はローソンです。でもなんか、なんて言うんだろう、ローソンのカフェラテは単品で飲めるっていうか、結構甘みっていうかまろやかだからいい感じです。でスイーツとか一緒に食べなくても、ただただカフェラテだけが飲みたいってなったらローソンがおすすめで、ちょっとなんか甘いスイーツと一緒に食べたいってなったら、あのセブンイレブンがおすすめです。ちょっとねコーヒー豆強めで、カフェラテのもうシンプルカフェラテが飲みたいってなった時はハイヤーです。ハイヤーが一番お得です。そして美味しい。あの M サイズなのに他のコンビニの L ぐらいある。めっちゃお得。揚げ鶏、この前久しぶりのチキ食べた。おはようございます。僕の顔です。北海道の形してるの僕の顔。僕の顔、ありがとう。お花ありがとう。おはようございます。ボイスメッセージ毎朝すよくない、なんて送ってくるんだろう。今日もおはよう、今日も可愛いね空葉。じゃあ今からお仕事行ってくるね。また夜の返信で行ってきます、行ってらっしゃいとか、ボイスメッセージ。みんなからのボイスメッセージで良い朝を迎えるか迎えないか。おはよう。嘘発見器、電車やりながらソラちゃんの声を摂取、もしかしたら体にいいんじゃん。ソラちゃんビタミン、ソラはビタミン要素あるんですよ。だけどソラはみんなにビタミン要素あげすぎて、自分にビタミン要素がなくなってめっちゃ肌荒れとかしちゃう。だからソラはのあのソラはこのビタミン剤でビタミンを摂取してます。たまにちゃんと声で顔出してるの許してください。確かに来てくれるもんね。来週には会えるじゃん。だって来週には会える。本当にお仕事大丈夫かな、なんか行けるかなみたいなのにちょっとだけ不安やけど。うわぁ、ちょっと待ってくださいね、少々お待ちください。少々お待ちください。一瞬ちょっと下向きます。
9月に会いましたよって、一昨日メールの人数増えた。なんで、うん、なんでなんでだろう、なんでだろう、なななな、んでだろう。それは STU メンバーみんな魅力的だからどんどん増えるの、共感してしまうの、なんでだろう。そうなんよ、 STU メンバーね、魅力的なメンバーさんが多いけん、そら増えちゃう気持ちもわかるけどね、増えちゃう気持ちもわかるんやけどね、みんなそこをって我慢して、みんな我慢して、おはよう。STU バージョンやばそう、大丈夫かな、みんな公開でもう推しメンに嫌われたりせんかな、倒しだよってめちゃくちゃ言ってたのに、実はメンバーによって名前変えてたから倒しみたいになってたけど、実は倒しじゃない、倒しゲートから一番遠いゲートがおもろいんだけど。スージョシさんありがとう。花おはよう。あ、ローソンのプレミアムロールケーキとコーヒーのシークね、最高、楽しい、わかる。でもローソンのプレミアムロールケーキさ、めっちゃ昔そらほんまにその家族でコンビニ出た時とかなんかよく食べよった気がする。あのノーマルとチョコのやつ2個あって、あったから2種類あったからそれを買ってた気がする、買ってあのじゃんけんしてた気がする、2、2ずつ買って。今なんかゴディバかな、なんかとコラボしてた。うわ、チョコパイ食べてきた、キャラメル美味しくて、食べたいの私、三角チョコパイのキャラメル早く食べたい、昨日からなんだよね。でもね、いっぱい私はレビューを見たんですよ。じゃあもう案の定美味しいみたいな、めっちゃ濃厚って書いとってね、もう食べたいよってなった、食べたいよ、超食べたいから早く行くね。サークル機能あるうちに顔写真毎日送る確かにね、サークル今月末で終わっちゃうからね、サークル、もう空のファンの人はもうサークルマンだから、みんな空派とね、あの二人きりのね内緒にしたいんだと思う。仕事行ってらっしゃい、行ってきます、ありがとう、気をつけていきます、配信が終わったら気をつけてね、みんな。トゥトゥトゥ、おはよう。のぐろさん、ハートありがとう。どういうこと、メンは多くのファンにいい顔をするのね、ファンに対しては倒しを要求するのもなく、どういうこと、どういうこと、どういうこと、じゃあメンバー、どういうこと、メンバー一人に対してってこと、どういうこと。配信ありがとう、お仕事行ってらっしゃい、10月あと2回くらい会える。そうだよ、10月はまあ公演とかもあればそうだけど、10月21日あの会えるしね、公演があれば公演も会えるし。かまちゃんさん、とうとうありがとう。スタジオ公演行ったら撮りたくなりました。あら、あ、でもね、メンバーみんな魅力的やからね。おはよう。推し編あかんけど推し増ししてもいいって歌もありますし、まあ、確かにね、アイドルのファンの方推し増ししてね、だってもともとさ、の
もともとなんかアイドルが好きでっていう人がさやっぱ多いわけだからね。待って、毎朝仕事行かないといけないのなんでだろう。それは生活をするために行くしかない、行くしかない。おはよう。いろんなメンバーをたくさん取った結果逆に人数減らしたくなって思う。いいこと。逆にね。でもさ、いっぱいさ見れないよね、そんなに。メール、推しがいっぱいいてもその中で一番好きが嬉しいって昨日 SK の新人メンバーに言われた。まあ確かにね、一番でいてさ、確かになんかタウンシーとかがもうもちろん嬉しいしね、あれだけど、でもシンプルにもう何が共通するって言われたら、こう自分のたくさんだってさ、その48グループさんだけでも何百人っているのに、こう日本とかね、もういろんな世界のアイドルとかってなったらもう何千人何万人とかいるわけじゃないですか。その中でこう自分のことを好きになって見つけてね、見つけて好きになってくださる方がいるっていうのはすごい嬉しいことだからね。シンプルに好きになってくれてありがとうございます。でなおね、単推しだったらより嬉しいし、プラスそのいっぱい推しいる中でもやっぱ一番ね好きっていうか大切だよって言ってくださってるし、まあメンバーみんなに一番好きだよとか言ったらそれはもう話が別なんですけどね。いっぱい推しいるけど一番だよって。おはよう、久しぶりに来ました、ありがとう、いつもお世話になってます。バラちゃんハットありがとう、おはようございます。レビュー見なくても美味しいの分かるよ。いや分かるけどね、三角チョコパイ絶対に美味しいだろうって感じなんですけど、昨日推しが三角チョコパイ食べてた。そうな、美味しいって言ってました。そう、デザートとかはね気にしないな、あんまり。もうなんだろう、自分が好きなものを食べてやらないとね、いかないと、ストレスになっちゃう。お仕事行ってらっしゃいです。さあもうね、もうちょっと1時間ぐらいしたら終わろうかな。今月毎回行きたかったけど仕事2分の花だれしか行けない。行けるかな。でもね、マイカーってなったらね、ココアさんがいらっしゃるからってなったら、花だれココアさんと同じポジションだからどうだろうって感じなんだよね。マイカーだけ出て2部の花だれ出ずに帰ることも全然ありそう。逆にマイカー、私のポジションユナイナちゃんができるので、なんかユナイナちゃんが出る可能性もあるしね、全然両方出ないって可能性もあるしね。待って、ショールーム見るだけで稼げる。逆にみんなも一回でも配信どうですか、してみてみて。コンビ、あ、そう、コンビ、まあ、確かにね、コンビで推しになるみたいな人多い。そらはそんなコンビないよ。コンビっていうコンビは私あんま作らないようにしてる。なんでかっていうと、なんかなんだろう、結構悲しくなるじゃないですか、相手がいなくなっちゃったりしたら。だから今ソラパセとかって言っとるけど、いなくなったり、まあ、自分が卒業するとか、いつかはそういう時が来るじゃないですか。いっせーのーでとかってやめれんやん。みんな一緒にやめるよとかって言ってやめれるわけじゃないじゃん。みんな個々の未来に向かってこのタイミングだなっていう時にやめると思うか。って思うとさ、悲しくなっちゃうか。あんまりコミ作れない、悲しくなっちゃう。でもね、コンビっていうかそういうのあった方が、あの卒業コンサートっていうか卒業公演の時に
いいけどね。配信ありがとうございます。ありがとう。よし、前髪をしよう。いい意味でメール取る価値があるかどうか比較できるから、本当に取りたいと思ったらしか。あー、確かにね、同率1ですね。ありゃりゃりゃ。好きなものを食べたら健康診断で痩せてたの。え、逆に逆に痩せてた。逆に良かったのか、食べ物がいい食べ物だったのかな、こう体にいいみたいな。おはよう、今日一日ご安全に。ありがとう、一緒に安全に頑張ろうね。バラちゃん、またありがとう。おはようございます。よし、やっとコメントが追いつきました、私。うん、おはよう。今日も前髪をあげるので今から前髪やっていきます。昨日と一緒の前髪の上げ方にしよう。おはようございます。あ、夜は炭水化物抜いて、私もそう、私も夜は炭水化物できるだけ抜いてます。どのくらい前髪取る？朝からクランクラン。そうなんですよ、今日は恋ラジがあるのでね、ストレートにしようと思ったんですけど、こうレッスンの時からテンションを上げるためにクランクランにしちゃったよ。クランクランのクランクランのクランクラン。おはよう。じゃーん。いや、マジでね、本当にね、メイクしてるとテンション上がります。あの鏡見た自分がすっぴんの時よりも目が開いてる。目が開くんですよ、マジで。だから髪の毛も巻いちゃって、恋ラジのね、今日もST48のオフィシャルに乗ると思うので。炭水化物を食べない食材です。え、でもなんか、なんて言うんだろう、炭水化物は絶対取るよ。取るものがね、間違ってるんだよね。絶対不健康とか不健康なんだよね。こうカス、今は最近はちょっと本当に太ると思ってカステラをマジで我慢してるんですよ。本当にもう私は毎日食べないともう無理ですみたいな体質になっとったんやけど、カステラ離れをしようと思って、もう意思的に、自分の意思的っていうか自分強くなろうと思ってカステラを最近食べないようにしてるんですけど、その前まではその炭水化物 の、 その白ご飯、夜ご飯食べない代わりに、おやつの時間に、なんて言うんだろう、おやつの時間にカステラ取っちゃうから夜ご飯を抜かすよみたいな。で、逆にカステラとか食べない時は白ご飯食べようってなりますよ。ちゃんと1日1回はね、ちゃんと炭水化物取るようにしてます。自分的にね、こう恒例の時はこう食べようみたいな決めてます。おはよう。恋ラジのテーマはお好み焼き。そうだよ、お好み焼きは、でもお好み焼きはマジでね、この前食べた。でも私ね、広島にいたら逆にあんまり食べないんだよね。兵庫にいた時は、昨日も話したけど、そのおばあちゃんがよく作ってくれてたんですよ、お昼ご飯。一緒におばあちゃんのお好み焼きは山芋が入ってるんですけど、山芋をすって薄力粉とかいろいろこう混ぜるんだけど、山芋ってこうダマになるからうまくきれいに混ぜれなくって、めちゃめちゃ苦戦して、でプラスだしとかも入れるから、めっちゃこだわりの強いお好み焼きだったんですよ。めっちゃ美味しいんだけど、で、あの本当にそのお好み焼きマジでお店屋さんで出せるレベルで美味しかった。ガチで美味しい。関西限定なのかな、めっちゃだしが入ってる。
炭水化物かわいいネイル見てテンション上がりみたいな、え、うん、かな、え、でも、うん、そんな感じでもネイル私はないけど。豆乳の日、なんで糖、十、乳、十二、糖、豆乳、十二豆乳ってことかな。炭水化物、お酒、あ、糖質ね、なんかツラハもね、炭水化物取るとこ間違ってるんだよね。糖分で取っちゃう、なんか糖分っていうか甘いもので取っちゃう、そのちゃんとしたご飯っていう感じじゃなくて。お好み焼き、お好み焼き待ってます。おはよう、お好み焼きだよ。テーマぜひね、お待ちしてます。今日はどうだろう、先週はねバタバタだったのでお便りがギリギリちょっとエンディングで読めたって感じだったんですけど、どうだろう、毎日食べてピタッと止められるのすごい。だけどちょっとずつ減らしたよ。1日3切れとか食べとった時があるんですけど、さすがにやばいと思って、その3切れじゃなくて減らしていった。無事で頑張った。あー少ないです。あれね、イカのやつか、ラーメン食べたらライス食べちゃう。うわー、わかるー。でも最近は我慢してるよ。そら最近は我慢してます、ラーメン。てかラーメンね、めっちゃ美味しそうなお店見つけたんですよ。もう行きたい行きたい行きたい。でもとりあえず今は本当に本当にね、なんかね、わかんないんだけど、いくらご飯その食べる量っていうか気をつけても増えちゃうんですよ。まあ毎日何かしら甘いものをいっぱい食べてるからだと思うんですけど、だからちょっと今はいくらご飯を気をつけても太るのがもう1週間以上続いているので、もう知りません知りません。もう知りません。だって9月末はめっちゃ痩せてたんですよ、ほんまに。で10月入ったぐらいから体重がウォーンってなって、10月5日めっちゃ痩せてんのにもうウォーンってなってる。山芋初訪問2度目ましてありがとうございます。 ST48 ドラフト3期生の篠野空葉です。19歳嘘です、20歳の養鶏出身です。よろしくお願いします。もうちょっとでこの時間の朝の配信は終わるんですけど、また夜もお仕事が終わった後に配信しますのでお待ちしてます。野菜あんかけ豆腐、そうでもね、むくみがあるんだよね、塩分高々だからむくみが発生しちゃう。お好み焼き、そうお好み焼きエピソードはね、できるだけブログに書いてるやつとね、恋ラジの放送内で話すのは違うのにしようと心がけているので、お楽しみに待っていてください。おはよう、カイトさん、かわいい、ありがとう。え、お好み焼き屋さん教えてほしい、行きたい、お好み焼き屋さん気になる。広島2番ね、美味しいよね、広島2番1回だけ行ったことあるんだけど。 GHP さん、お花と帽子ありがとう。寒くなったから体重落ちにくいのかな、だったらいいんだけど。夏はめっちゃ汗かいとったりしとったからかな、かなち。おはよう、では今からお休み、お休みはやばい、おはようメールを書きたいと思います。おはよう、じゃあちょっと待っててね。
間違えた、おやすみじゃない、おはようや。たくちゃんさんありがとう、ハート、おはよう。おやすみ、まあ寝る方もいるよね、寝る方もいるよね。おやすみ、いい夢が見れますように。怖い夢とかね、見れないように、見ませんように。昼に起きて働くリーマンを見ながらビール飲む、そんな生活を送りたい人生です。うわービールを飲む、え、お昼からってこと？やばいやん。どうしたら前向きに行きますか？お仕事現場に推しメンがいると思っていく。それか推しメンの写真をあらゆるところに貼っとく自分のデスク以外にも自分のデスク以外にも。今のいい声だった珍しい、ちょっとキメじゃないけど、ちょっと甘めな、どっちかというと甘めな声が好きですか？庭掘ったら石油出ないかな一回掘ってみません？じゃあどこまで掘れるか、だから石油出るまで家の庭掘り続けよう企画してみてください。見ますよ、 YouTube チャンネル登録するよ私上司のおでこ、確かに上司に、あ、すいません、あ、上司の方にすいません、ちょっとこのお面かぶってもらっていいですかって言って、あの千代さんのソロコンみたいな時の、あの目、千代さんになれるお面みたいな、推し面の顔になれるお面みたいなの作って、それ渡しましょう、苦手な人とか最悪やないか。なんて書こうかな、間違えた。おはよう。マグマに出そう、どういうこと？どういうこと？おたかつバレたら空のこと応援、え、じゃあダメだ、全力で隠して会えなくなるのはダメ。今から飲む、すごっ、強いよねお酒に、お酒強強マンだ、化けてほしいわ、私ダメだからね。
ちょっと待って、ああ焦った、え、もうね、え、待って、めっちゃ焦った。メールのね、文が全部消えたと思ったんよ。送信押したらなんか画面、ま、初めに戻って、え、メール消えたと思って急いで戻ったら、戻った、戻ってきた、文字が全部コピーしてやろう。え、めっちゃ焦った。送信って押したら消えて急いで戻ったら、よかったよかった。焦るからやめて、今最大限に焦ったからね。写真どれにしよっかな、これにしよう。おはよう、のぶろうさん、ハートありがとう。無事でよかった。あ、間違えた。残っててよかった。よし、無事送れた。私はメールで送ったね写真はすぐ消すようにしてます。自撮りなのでね、自撮りはいらないので自撮りはすぐ消しちゃう。まことさん、ありがとう。ハートありがとう。なんかグッズで作ってもらうか。推しメンの顔になれる。え、どんなグッズが欲しいんだろう、みんなって。なんかさ、アクスタうちわとか、なんかクッションとか、なんかそういうのあるじゃないですか。ネームとかアクリルキーホルダーとか、そういうのは結構もうあるじゃないですか、王道に。じゃなくて、こう見たことがないような、なんか、なんか、なんやな、どういうグッズがあればいいんだろう。どういうグッズ。メイドとくん楽しみ、またありがとう。楽しみにしてて、配信終わったらもう一通送る。おはようじゃなくて、恋ラジのお便り待ってるよってやつ送るね。今日はいっぱい踊って崩れそうなので、靴おしめの顔が側面に貼られてる靴ってこと。ラブレター、でもそれグッズってなったらさ、全部全員に同じ分じゃん。やったら悲しいからさ、せっかくならグッズじゃなくてね、そういう企画があればいいのにね。抽選で当たった方に直筆でラブレターとか。それだったら靴底におしめんの顔、それあかん、あれやん、使えんやん。なんかそういうやつあるよね。それ逆にあれじゃない、ダメな時じゃない、なんか踏み絵みたいなやつでしょ。それダメなやつじゃん、逆に。つま先で歩かなきゃ、めっちゃ足の筋トレになるやん、それはそれで。分班のお姉さん、あ、そんなん、そっち目当てで公園来るんちゃう、メンバー目当てじゃなくて。あ、月別、あー、月別写真、月別写真、え、あ、買えないのか現地で。作業をはかどる系のグッズ、どういうのですか。 STU とコラボしたなんかってこと。 STU が出すグッズとして、だからメンバーの顔が描いてるとか。等身大マネキン、マネキン、え、買う？めっちゃ圧迫感すごいと思うけど、家の中の、家の圧迫感すごそうだけど大丈夫それ。おはようございます。あ、モバイル、あ、でもモバイルバッテリーなんかであったような気がするな。私は携わってないけど、 STU のやつであった気がする。
あーね、ファンクラブね、まだなのかな、撮影してないからあれなんだけど。あー、 STU コラボキーボード、マウスとかあったり続けて、あ、確かにね、なんかキーボードのところのこのなんて言うんだろう、端、キーボードをなんかこう動かすやつの端がちょっとねあるから、ここに推しメンの顔、推しメンの頑張れみたいなメッセージとかある、良さそう。マウスパッド、あー確かにね、なんかお仕事現場なんていうの、家の中でお仕事、ホームワーク用のね、家とかだとさ、よりさテレビとかの誘惑があるから、誘惑に勝てるようなね、なんかお家で使える、なんか外っていうか会社とかだったらさ、まだお仕事やばいやらないとなるけど、テレワークだったら使えそう。あ、目覚まし、え、なんかあった、私も音声撮った気がする、音声撮った気がするよ。よいさん、バラありがとう。うさださん、ハートありがとうございます。それではそろそろ終わろうかな、配信も1時間してた、今日1時間で8時半かと思ってたら、今日あれだね、7時半からじゃなくてちょっと早めに始めたから1時間以上してた。みんな朝から付き合ってくださってありがとうございました。また夜もするので、夜は多分もうね踊って乱れてると思うんですけど、また遊びに来てください。そしてあのお話し会の受付が本日の13時までとなりますので、11月23日の2日目のお話し会もお待ちしてます。11月4日はねまだね、ボムが発売されてなかったり、あの何て言うんですか、伊藤かりんさんのアナログゲーム同好会が放送されてなかったりなので、こちらも終わった後の感想もやっぱ直接聞きたいし、もうボブさんのグラビアは結構自分的にはすごく楽しくて、またやりたいなって思うぐらいすごい幸せな時間だったので、直接聞きたいです、どんな感想とか。あとね、11月23日ってことは SKE さんとの合同ライブも終わってると思うので、そちらの感想も聞けたりとかしたいなと思うのでお待ちしてます。でもとりあえず第2再販でラストなのはオンラインの初日の11月4日なので、まずはそちらお待ちしてます。大五郎さん、ハットありがとう。それでは壇上を読みたいと思います。13位 GHP さん、12位アスパラさん、11位 X さん、最新型ポンコツさん、10位藤原さん、9位釣り吉さん、8位バズラモンスターさん、7位エルさん、6位 BKB さん、5位帝国さん、4位数字推しさん、3位ヘルムビーゲさん、2位カイタさん、そして1位は天然柳さん、ありがとうございます。エイブさん、ダルマとハートありがとう。配信見に来てくださった皆さんありがとうございました。初も訪問2度目ましての皆さん、配信ありがとうございます。覗いてくださって、コメントしてくださった方とか、コメントしないけどね、見てたよとか聞いてたよって方もありがとう。のんびりと本当に配信するのが自分好きなので、お仕事とかはテキパキするんだけど、こうオフっていうんかなの時は結構まったりとしていきたい人なので、朝からまったり配信ありがとうございました。お、ぼちぼちお仕事頑張ってください。今日と明日頑張ればね、明後日は次期会だし、お仕事が休みって方もいると思うので、頑張って2日乗り越えようね。夜勤でお仕事終わった方お疲れ様です。この後いっぱい寝てください。そして今からお仕事の方一緒に頑張っていきましょう。では本日の17時5分から恋ラジ聞いてください。ラジルラジルでどこからでも無料で聞けるよ。では今日も一日ファイトロブ、二度寝する方はお休み中。ではバイチャラポー、またねー。